合否に関わらず結果は電話をしますと言われたので、昨日待ってたのに来なかったから不採用かと思いきや、昨日は忙しかったからという理由で今日電話が来ました。そんな店長の下でバイトして問題ないでしょうか？問題ないです。ちなみに採用に迷ってたわけではないようです。あ、よくあります。はい。社会に出てみると、約束を守らなかった非道みたいなのとは関係なく、優先順位というものがあるんですよ。お客さんが優先、まあ基本的にね、会社によって違うんですけど、まずお客さんは優先順位第一。で、社員はその次で、で、採用するかどうかとかは、もう社員にすらなってない人の3番目ぐらいなんですよ。使うとしてでも使いたいぐらいめちゃくちゃ優秀な人とかあれば、まあ優先順位上がるかもしれないですけど、別にそのバイト的な人っていうのは毎月毎月取ったりすぐ辞めたりとかなので、優先順位というのは低くないんですよ。で、ただそれがいいことか悪いことかというと、僕は悪いことだと思いません。お客さんにちゃんと対応してて、売り上げが上がってる会社であれば、その給料もちゃんと払われるし、頑張って働いたら昇給されるチャンスもあるんですよ。ちゃんと対応すべきお客さんが偉大会社、要は店長めっちゃ暇です。だから採用の連絡も毎日ちゃんとできますとなると、それは売り上げが上がってないから、一生懸命働いても給料が出ないとか、給料が上がらないとか、そのなんか、この職場楽しいなと思ってても、半年ぐらいしたら、ごめん、この会社閉めるからもうやめてくんねって言われるみたいなパターンもあったりするので、採用されてもない人に優先順位が低いっていうのは、その人として舐められてるとかっていう話じゃなくて、単にその組織としての優先順位の問題なんじゃないかなと思います。というわけで、お疲れ様でした。Thank you.